皆さんこんにちは。番組ナビゲーターの雪澤智子です。今回は10月17日土曜日から19日月曜日までの3日間、栗浜港で開催されます横須賀港開港150周年記念イベントをご紹介します。このイベントでは横須賀で建造された帆船日本丸を間近で見ることができるんです。というわけで今回は訓練の一環で栗浜港に寄港している日本丸から番組をお届けします。いやー、小山さん、日本丸間近で見ると大きくて圧巻ですね。そうですね。ところで今年は横須賀製鉄所が創設150周年の記念イヤーということなんですが、横須賀港も今年150周年なんですよね。はい、横須賀港は横須賀製鉄所の創設を起源としています。そのため横須賀港も開港してから150周年となります。その記念事業として日本最大の帆船で帆を広げた時の姿から太平洋の白鳥と呼ばれている日本丸を招致します。10月17日土曜日、18日日曜日、19日月曜日の3日間は栗浜港の埠頭を開放し、いろいろなイベントを行います。10月に寄港する帆船日本丸は2代目。初代の日本丸は横浜みなとみらい地区の日本丸メモリアルパークに展示されています。この2隻の日本丸、船首部の装飾に違いがあり、初代日本丸には唐草模様が施されていますが、2代目の日本丸には航海の安全を祈る女神像が取り付けられています。では日本丸船長の戸谷さんにお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、私間近で見たの初めてなんですが、大きいですね。どのくらいの大きさがあるんですか？長さが110メーターあります。マストの高さはこのデッキからですと45メーター、はい、今回は訓練ということなんですが、どんな方が訓練されているんですか？今回は神戸の大学生ですね、が乗ってまして、将来船長や機関長になろうと目指している学生さんたちです。はい、で10月にイベントがあるということなんですが、はい、そのイベントではどんなことがあるんですか？はい、この帆船ですので帆を開いたり畳んだりする訓練ですね。セールドリルといいます。この訓練を皆さんに見ていただくのがまず一つ。それから、船に乗船していただいて、船の中を見学していただく、船の上を見学していただく一般公開、そして出航の時には塔礁礼といいまして、マストの上に実習生が登って皆さんに挨拶をする、こういう儀礼を見ていただきながら出航するようになります。そして、何よりこのチークの木でできた木工帆ですね、はい、これは裸足で実習生が訓練を毎日しますので、ヤシの実を使って朝毎朝こすってきれいにしております。通りできれいですよね。はい、ではヤシ釣り体験されてみますか？いいんですか？はい、ぜひお願いします。頑張ります。よろしくお願いします。さあ、それでは宮谷さんに教わりながら体験していきます。よろしくお願いします。お願いします。はい、ヤシとは聞いていたんですが、はい、これそのまんまヤシの実ですよね。はい、そうなんです。これでお掃除するんですか？はい、糸をしゃがんでもらって、はい、直接手で両手で握ってもらいます。はい、で力強くゴシゴシと、この木の芽に沿って。そうですね、この木の芽に沿う感じでゴシゴシと。洗剤とかもつけなくてお水でいいんですか？はい、かけるのが実は海水でやってるんですけど。あ、海水なんですか？はい、あ、でもちょっと楽しいかも。さて皆さん、いかがでしたか？イベントの会場になる栗浜港へは京急栗浜駅からバスでおよそ10分。10月17、18、19日の3日間はぜひこの美しい日本丸に会いに遊びに来てください。さて、この番組ではこれからも横須賀の魅力あふれる情報をお伝えしていきます。ぜひお出かけの参考にしてみてください。それではまたお会いしましょう。ごきげんよう。